はい、ではアレンジメントを始めていきましょう。こういうねアングル初めてなんで、割とこう後ろからね撮ってる絵が多いんですけれども、今日はまあ説明をしながらということで、こういうアングルでいきます。なので僕の方が正面になってしまうので、都度ねこう皆様の方に正面回しますので、それで見てみてください。まず、こうアレンジメントを指すときにいろんなね、例えばこういう画材とかこういうお花とかね、いろいろあるんですけれども、こう一番最初に一番大きいねお花を指すと割とアレンジはやりやすいんです。で、今回はこのユリが一番大きいのでユリを使っていきます。で、この時に例えば長さをね、ある程度こう測って作っていくんですけれども、まあ例えばこのぐらいの長さでずっとしますね、こうやってね。で、今葉っぱがわさわさついてますよね。この状態のままこう刺すとものすごいやぼったいアレンジになります。なのでこの葉っぱをねある程度間引いていきます。ここね結構ポイントなんで覚えておいてください。で、この間引き方はね、なんだろう、そのユリによって違うんですけど、ユリっていうかあれに作るアレンジメントなんかによっても違うんですけど、このぐらい、このぐらいスッキリしちゃっていいと思いますね。わかりますか。そしてこのぐらいスッキリしたものを刺します。で、切る道具はこうハサミとこういうナイフがありますね。で、ナイフなんかの方が割とこう斜めにカットできて、なぜ斜めにカットするかというと、こうフォームにねこう刺した時に花が回転しないんですね。これが丸だと中で丸いもんっていうのはこう中で回転しますよね。でも平べったいものは回転しないので、こういうふうに平べったくします。あともう一つはね、水揚げを斜めに切った方が水揚げがいいということで、そういう効果も狙っています。で、それでまずユリを刺しますね。このような状態ですね。で、刺し位置はね、この位置大体半分より後ろあたりに刺します。今回はオールラウンドって言って、どっから全体がこう正面というかね、あのテーブルの真ん中なんかに置くようなアレンジではなくて、こうワンサイドというで片面のアレンジメントを作っていきます。なので最初の1本は刺し位置はちょっと後ろ側のところにね刺していきますね。そしたらもう1本ね、今の指よりはちょっと小さい小ぶりのピンクの指を刺します。で、その時に今ねここにこう指のね花粉がついてるの分かりますか。こういうユリの花粉は、まあこれがね、生け花の先生なんかでは味があるっていう先生もいるんですけれども、やはり洋服についたりとかして、取れなくなってしまうので花粉の処理はしときましょう。こちらも先ほどと同じように葉っぱを取ります。そしてこのようにね、先ほど刺したユリの手前に刺しますね。で、このユリを刺す時の注意なんですけれども、これあんまり言っておくと難しくなっちゃうんで、まあ、最初はねそこまで考えなくてもいいとは思うんですが、こうユリってどんどん咲いてきますよね。ですからこうね、咲いた後のことをね頭にちょっと想定して刺していくんですよね。そうするといいアレンジができます。これはねやってるうちにだん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 経験で分かっていきますから、最初はねとにかくなんかね考えすぎると、何でもそうなんですけどできなくなっちゃうんで、考えないで刺してみましょう。それが一番です。それが上達するポイントですから。
したらこの時点である程度こういうね葉っぱ、これレザーリーフファンって言うんですけれども、こういう葉っぱなんかでファンデーションワークというのはカバーグリーンですね。このグリーンのスポンジありますよね、吸水性スポンジって言うんですけど、このスポンジをある程度カバーしていきますっていうのが、これね後からやるとね葉が折っちゃうことがあるので、割とこの辺り大きい葉の刺した辺りでカバーグリーンをするのが良いと思います。このようなね感じになります。